僕らが YouTube の動画をね、見るときっていうのは、まあ、大体こう見たいコンテンツが決まっていて、で、それに適したワードで検索をして、その動画にね、たどり着くか。まあ、で、気に入れば、そのチャンネルを登録して、で、見続けるという感じで、まあ、その動画を見るときって、それを見ようとして見てるので、まあ、大体見続ける。まあ、途中で、あ、つまんないなって離脱することもあるけど、基本見続けるわけですよ。それで、こう、動画を離脱するきっかけになる、こう、話の内容がつまらないとか、あ、思ってたのと違うなっていうことで、まあ、見ないということは、まあ、あるといえばあるんだけど、まあ、基本的には見ますよね。見る目的で、その動画にたどり着いているので。話がね、つまらなくても、その内容がね、自分が見ようと思ってた内容であれば、まあ、見るということですよ。まあ今日はね、その話がつまらない人のことについてちょっとお話ししようかなと思っております。皆さんの周りで話がつまらない人っていると思うんですけど、こう自分のね、歴史を振り返ってみて、一番話がつまらなかったなっていう人、誰ですか？ 僕はですね、学校の先生、特に朝礼でね、長話する校長の先生の話は、まあ、つまらなかったですよね。まあ、とにかくね、教室の中の、まあ、授業の内容とかもそうなんだけど、やっぱり面白くないですよ、聞いてても。まあ、それは勉強なんで面白くないよって話なんだけど、ただ、人によってはすごくね、面白い授業をする先生もいたと思うんですよ。人を引きつけるような話術で、で、スイスイこう頭にね、入ってくるような、まあ、そんな話術を操る先生っていたと思うんですよ。で、その学校の先生の話のつまらなさ、これはなんでかというと、やっぱりね、不特定多数に対して話しかけてるからっていうのが大きいのかなって思うんですよ。校長先生の話、それはつまんないよ。だって、あんだけね、何百人もいる生徒の前で話してるわけだから、まあ、誰にでも当てはまりそうで当てはまらないような、ちょっと抽象的な話であったりとか、まあ、時事ネタをただ、つらつらと話してるだけっていう、まあ、そんなことが多いんでね、まあ、それはつまんないよって話ですよ。そういった不特定多数の人を相手にして話すときに、まあ、どうやってこう聞いてもらうかっていうので、まあ、絶対的ではないけど、まあ、ちょっとしたテクニックがあってですね、まあ、例えば30人ぐらいの教室だとするじゃないですか。まあ、会議とかでもいいですけど、まあ、全体に向けて、まあ、報告だとか授業だとかをしていると。で、その時に、まあ、あらかじめちょっと誰が来るかって分かってる必要があるんだけど、まあ、その特定の個人に対して質問を用意しておくんですよ。で、君はこれこれこういうことに対してどう思うってこうパッと振るわけですよ。まあ、そうするとこういきなり振られて、まあ、それまで1人対不特定多数だったのが突然1対1になるわけですよ。当然話しかけられた当人は自分に対しての、投げかけなので、もうどうしたってその会話に集中しますよね。で、周りの今まで不特定多数だった人たちも、今度はこの2人のやり取りに対しての、こう注目をするわけですよ。そうすると場に少し緊張感が走るんですよね。そうすると話をね、聞いてもらえるきっかけ、注目を、まあ、持ってもらえるきっかけを、まあ、そこで持てるわけです、こっちが。だから主導権が今まで向こうにあったものが、その瞬間こっちに主導権が渡るわけですよ。まあ、会議で報告をしている人間であれ、学校で授業をしている先生であれ、1人対多数だとやっぱりね、多数の方が主役なんですよ、基本的にね。だからこれを自分喋ってる方も圧倒的に不利な、特定の1人が主役に躍り出るためにはですね、これをやる必要があるわけですよ。1対30だったものを、1対1っていう状況を作り出すわけですね。そうすると、まあ、少しね、話が、まあ、内容はどうであれ、少し話が面白そうな感じになります。
そういう感じになりますというだけなので、これはね、肝心の話の内容がつまらなかったら長い時間をかけて元の黙阿弥になってしまうわけなんですけど、だからまあ話の内容もちゃんと精査してね、で万人が楽しめるような話にしておく必要はあるわけなんだけど、まあ一つテクニックとしてこういうやり方があるというわけですね。話のつまらないの代表その2はですね、いや僕のチャンネルどうせ女の人見てないから、まあ、言わせてもらうけど、まあ女の話はつまらんね、女の長話は本当つまらん。まあ、たまにこうなんとかおすすめで出てくるんで、女性の YouTuber ね、まあ、元ブロガーもそうだし、まあ、キャンプ関係アウトドア関係の動画なんかも見させてもらうんだけど、まあつまらんよ。その映像を見せるみたいなものとかだったらいいんだけど、単純にこうお話をするようなね、女の人が喋ってるような動画だとまあつまらん。で何がつまらないかっていうと、まあ、よく言われることだけど着地点がないんですよ。オチがないってやつですよね。なんで結論なしでダラ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 ね、こう喋ってるだけなんで、あれは本当に聞いてて苦痛でしかないですよね。で、まあ、全然その興味がない人はですよ、だからその喋ってる人とかその映像を撮ってる人に対して、この人のことが好きで見てるっていう人は、まあ、その人が喋ってるのを見てるだけでただ嬉しいっていうのはあるでしょうから、それこそアイドルがただそこにいるだけで嬉しいみたいな、ね、そういう、まあ、僕みたいな枯れたおっさんになるともうそれすらも別に何とも思わなくなってくるんだけど、まあ、そういうのがね、お好きなお年頃の人だったら、そういう、まあ、女の人だったらイケメンが映ってる動画とか、まあ、そういうものであれば、まあ、その人がただ座って飯を食ってるだけでも、まあ、見てて楽しいんでしょうよ。まあ、とにかくその時系列をただね説明するだけの長話になってしまうのはやっぱり聞いてて苦痛になってきますよね。いや、そんなこと言ったってお前だと思いつきで話してるだけじゃねえかっていうことになるかと思うんですが、まあそうなんだけど、僕の場合はですね、というか、まあ、大体の人がそうだと思うんだけど、話の着地点を決めて話してるんですよ。会話をするとき、すべてですよ。この元ブログっていうことだけの話ではなく、普段の会話もすべて着地点が決まって話してるんですよ。まあ普段の何気ない会話ってあるじゃないですか。まあ、例えばうちの奥さんにこれってどういうことみたいな感じで質問的に振られたときに、まあ、それ知ってればそのことを噛み砕いて説明して最終的にその着地点の答えを言うという感じなんですよね。でそれとは別にこう全然なんてことないような、なんなら答えも出ないような話を振られるときあるじゃないですか。例えば大谷君ってどう思うって言われて、僕別に野球詳しいわけでもないから何も大谷君に対して語ることはできないんだけど、ただこう普段ねマスコミから得ている知識、ネットのニュースで流れる知識で、まあ彼のねその高校時代からの生い立ちとか、まあそういったものぐらいの軽い知識はあるので、まあそういったものを絡めながらですね、最初にその大谷君どう思うって言われた時に反射的に出た答えがまずすごいなあの子はっていうね、大谷君すごいよねっていう誰でも言えるような感想を持つわけですけど、まあまずそれは言わないんですよ。ただそこが着地点なんですよ、話の。わかりますかね。話の着地点は、反射的に出た言葉が、まあ、思いついたワードが着地点なんですよ。で大谷君はね、高校生の頃に、まあ、花巻の時にこうでこうでみたいなね、で高校出る時にもうすでにメジャー志向で、で日本のプロ野球に行く気はなかったんだけど、まあ、日ハムのね
監督に口説かれて、で、まあ、こういう条件であればみたいな感じ で、うん、で西ハムに入って、でそこで、まあ、日本代表にもなり、でこういう活躍をしてみたいな、そういうお話をこう知ってる中の知識でこう話をつないでって、最終的に、うん、だから大谷君ですごいよねっていう結論を言うわけですよ。まあ、そういう話の組み立てですね。会話は僕は基本的に全てこうなんですよね。多分みんなそうなんじゃないかなと思うんですけどね、うん、思いつきで話してるっていう人も、そう、基本的に結論がまず思いつきなんですよ。でお題に対しての結論が思いつきなんだけど、それに対しての肉付けの部分は自分の、まあ、培ってきた知識の中で語っているということだと思うんですよね。だからその話がね、面白いか面白くないかっていうのは、着地点があるとそこに対してこう組み立てていくので、自然とストーリーができるわけですよ。でさっき話の内容を精査しておく必要があるって言ったじゃないですか、ね。まあ、だからやっぱりね、なんていうかな、着地点をある程度決めておかないと会話って続かないし、まあ、興味を持ってその聞いてもらえないんですよ。いや、なんでこんな話を急にしてるかっていうとですね、この間忘年会でですね、忘年会ちょっと仲間内で会ってね、でお前の話はつまらんって面と向かって言われてショックを受けたっていう人がいて、でそれってどうすれば治るんだろうかっていうことをね、まあ、男ですよ、男の人ですよ、で言われたので、まあ、いやこういうことなんじゃないですかっていうことをちょっとお話ししたのを今そっくりそのまま言ってます。でやっぱり聞いてみると、まあ、そういう面があるなっていう、その話がね、まあ、始まって、いやその人から話し始めたはずなんだけど、なんか結論が出ないまんま話が終わってしまってるっていうことが多々あったりとかね。であとちょっとなんか話が抽象的すぎてまとまりがないなっていうことがあったりとか、いや別に頭が悪いとかそういうことじゃないんですよ、ちゃんとした人なんで、まあ、それは単純にこう、まあ、話し慣れてないというか、ある程度家族が多いとか、まあ、兄弟が多いとか、まあ、そういう、ね、中で育ってたら自然と身につくことなんだけど、最近はほら核家族化してて家族もね少ないじゃないですか、まあ、少なくともお父さんお母さん自分みたいな、で、まあ、いても兄弟が1人か2人みたいな感じ でそれも割と会話的にない、家の中での会話があまりないという、仲が悪いわけじゃないんだけどそんなに会話を必要としてない家庭だったりとか、まあ、そういうのが結構あるので、まあ、自然とこう身につくべきディベート能力とかね、そういったものが身につかないのかなっていう、まあ、おそらくそういう家庭環境だったんじゃないかなその人はっていう気がします。だから女の長話に欠けてるのは、まあ、おそらくそこだと思うんですよね。最初に振られたことに対して反射的に出たワードがもういきなり次の言葉になっちゃってるんですよね。大谷君ってどう思う、あ大谷君すごいよねっていうことを最初に言っちゃうから話が続かなかったりとか、まあ、だらだらと、意味もないことを話し始めてしまうという、もうただ時系列で語っていくしかなくなっちゃうんですよね。結論がないから、どこで終わろうっていうのがないから。ただ、まあ、ちゃんと話の組み立てのできる人は結論ありきで話し始めるので、まあ、自然と起承転結ができてくるという、そこのところを、まあ、もしね自分の話がつまらないって言われている人がいるとしたら、まあ、そこのところを気をつけるだけでもだいぶ違ってくるのかなって思います。
そういうわけでね、飲みの席での話なので悩み相談っていうほど深刻なものではなかったんですけど、お前の話はつまらんと言われて、まあ、ちょっと悩んでる人がいて、まあ結論としてはちゃんとね、不特定多数の人に対して話すときはどこかで1回1対1の状況を一瞬でもいいから作り出して注目を浴びるようにすると、あと話の組み立てとして結論をね、まあ会議とかだともちろん結論があって話してるんだろうけど、普段の会話でね、結論をまあ決めて着地点を決めて話し始めるという癖をつけると、まあ、可能であればね、まあ、話をね盛る必要はないと思うんですよ。盛る必要はないと思うんだけど、起承転結をちゃんとね作って、で、まあ、ストーリー仕立てにしてお話をすると、まあ、ちょっと聞いてもらえるんじゃないかなと思いましたというお話でした。まあ、もしね、お前の話はつまらんって言われてる人が他にいたら、まあ、参考にしていただければ幸いです。ではまた。